はい、こんにちは。なんでございます。お久しぶりでございます。YouTube の皆様、特に。実はですね、最近、UST での、こういう演奏配信みたいなことを始めておりまして、おかげでちょっと YouTube が、おざなりになっているんですが、機材の方がですね、以前は G2.1NU、Zoom のアンシミをオーディオインターフェースにして、アンプリチューブとかギターリーグなんかで主に音作りをしたものを PC から出して、そのスピーカーの音をですね、カメラで拾って動画にしてたんですけれども、それをですね、今回 PodHD の黒豆っていうのを導入したんで、全部ちょっとライン取りに変えてみたんですよ。で、ライン取りにしたら、当然ノイズはなくなりますしね、ギターの音はダイレクトに入っ、あ、まあ、アンプシミュレーターの音がね、入ってきます。音質は向上したんじゃないかなと思っております。で、UST の配信ツールからですね、どうも YouTube に、動画を直接載せるというか、そういうことができるみたいなんで、じゃあちょっとそれをやってみようと思いましてですね、試しに、ちょっとアドリブ演奏をして、それをですね、動画として保存して、YouTube に貼ってみようと思いますので、どってことない普通に演奏するだけなんですけれども、ちょっと、実験なもんで、ぜひやらせてください。ではちょっと弾きます。
さて問題は、ちゃんと貼れるかどうかですね。じゃあちょっとやってみましょう。以上です。